そうか。よろしくな。単なる調査だろ、楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。変な木。バノーラホワイトの木だ。通称バカリンゴ。ってことはここはバノーラ村？アンジールの故郷？その通り。ジェネシスとアンジールは昔からの知り合いというわけだ。こいつらウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだ。よし、任せろ。望み叶えましょう。アクティベイティングコンバットモード。ジェネシスコピー。その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ？ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。
もう動かないよね。ザックス、何を遊んでいる？急ぐぞ。喉越しすっきりだけどまろやか。バノーラホワイトジュース1本120ギル、飲んでみたいな。お、リンゴ工場見学は集落を通ってすぐか。内部のゴタゴタが漏れないうちに処理する必要がある。やはり村人の姿が見えないが、集落を調べよう。ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。窮地なんてものではない。二人は幼馴染で親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジーロを仲間にした、そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや、墓石だな。まだ新しい。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。大変だな。気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。アンジールの家は、どこだよ。仕方ない、一軒ずつ回ってみるか。何かあるぞ。今はそれどころじゃないって。後で調べるか。何かあるぞ。今は何、今何か用？お邪魔してます。アンジールのおふくろさん。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス？なんだそれ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ、子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス、昔はいい子だったのに。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。
その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて、おふくろさんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。ああ。アンジールが神殿に入ると決まったとき、誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意したの。ずいぶんお金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。お、アンジールの写真。若い。ソルジャーになった時の写真か。バスターソードしっかり持ってるな。こっちは家族の写真だな。アンジールのやつ、バスターソード見せびらかしちゃって。この人がアンジールの父ちゃん。やっぱ真面目そうだな。赤ん坊の写真だ。これってアンジール？かわいい。でこのガキのツーショットはアンジールとジェネシス。息子をよろしくお願いします。アンジール、どこ行ったんだよ。何？ジェネシスコピー。アクティベイティングコンバット。しまった。おしまい。村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていた。奴らのアジトってわけ？おそらく。今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。すぐに崖の上まで来てくれ。Mode. Conflict resolved. Activating combat mode. 邪魔すな。 Conflict resolved. 何かあるぞ。何かあるぞ。墓はジェネシスの両親のものだった。まさか自分の親を。道理は通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった？家にはいなかった。でも頼む、時間をくれ。もしアンジールがいたら俺が説得する。アンジールが考え直せばジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺？ジェネシスとアンジール。セフィロスの友人はこの二人だけだった。最も戦いたくない相手だ。それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな、時間がない。急ごう。侵入成功っと。先に行け。ここは俺に任せろ。
Activating combat mode. Conflict resolved. ザックス、こっちだ。敵に注意しろ。こっちだ。ここでコピーを作っているようだな。2階へ行け。ジェネシスがいるかもしれない。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ。役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。よう、相棒。結構。ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし、そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジール。どこ行った？工場を出たのか？
時間がない、急いで村を出よう。あの二人探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。あ、アンジールんち。急げ。なんだって？どうすりゃいいんだ？方法はある。タイミングよく砲弾を切れ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。さっきの役場前の要領だ。できるか？やるしかない。信管の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。信管の音？こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。信管の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。黒さんが心配だ。急げよ俺。何をゲットしたかは後で調べるぞ。何をゲットした。何をゲットした。何をゲット。な。爆撃隊と交渉した結果、空爆まで少々猶予ができた。今のうちに必要なことをやってしまえ。サンキューゾーン。さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。母は生きているわけにはいかなかった。
息子も同罪だ。わけわかんないこと言うなよ。ちゃんと説明してくれよ。言っただろ。もうそっちでは生きられないのさ。アジル！アジル！君を飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは。黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日。逆まく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。召喚獣。くそ。Activating combat mode。召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。モンスターじゃない。アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。